ってくれてありがとう。近江丸福は近江八幡市武佐町にある近江牛の卸販売をしているお店だ。近江丸福は45年前に近江牛の卸として創業し、10年前に小売店をオープンした。卸で磨いた目利きでお店には選び抜かれた近江牛が並ぶ。まあ、仕入れの段階でいろいろちょっと選別して、これと思うの市場からセルで落として、それを販売させていただいております。惚れ込んだ牛を落札してしまうため、仕入れ値は上がる、時には3倍になることも。しかし決して売り値は買えない。仕入れするときに、だいたい小の牛は 1.5 倍から2倍、時には3倍になる時もあるんですが、ごく普通のお値段で、通常の価格で、もうそれに越したことが一番ないんじゃないでしょうか。いただいたありがとうメッセージ。代々揃ってここの美味しいコロッケが大好きです。会ってくれてありがとう。ありがとうございます。私どものコロッケは昔風のコロッケを未だに作っておるんです。パン粉もドライパン粉で、近江牛をたっぷり入れたお肉で、子供から学生、高校生、中学生、高校生の方も、それはこの近辺のお年寄りの方とかも多いですね。ここでコロッケいただくんです。コロッケかトンカとか揚げてもらって、はい、うちも地元なのでいつでもスーパー行ってる間に揚げておいてもらったりとか積んでおいてもらったりして、いつでも買ってます。丸福のこだわりを息子の義人さんが継ごうとしている。地域に根ざしたやっぱり商売をしていこうというふうに、もう本当に僕はこの世界に入った時から言い続けていることを守れたらいいかなと。何か一つでもいいので、父にこうやったったぞと言えるようなことがこれからやっていきたいと思っております。健一郎さんは暇があると牧場を巡る。自分が売る牛がいる環境を自分の目で見て生産者と話をすることが好きだから。敬愛する大中の亀井牧場の亀井俊嗣社長は牛への愛情も深く、いつも牛のために手をかけている。プラスチックをかけたりして、できるだけ牛にストレスを与えなく、命をいただくお肉になるわけですけども、牧場にいる間は幸せな人生を送っていたい、欲しいという愛情を込めて、生産者さんの努力というんですか、そういうのをね、私いつも評価させていただいて、でそれで提供させていただいて、でそれを皆さんにご賞味いただくという気持ちで販売させていただいております。牛の状態など熱心に亀井さんの話に耳を傾ける。亀井さんが作った小屋にコーヒーを飲みに来ることもある。お肉に、牧場に、それからこだわっておられますのでね、ルーフさんに買っていただくことは光栄ですね。最高級の近江牛をいつもの食卓へ。近江丸福、会ってくれてありがとう。